シミエン山地ティグレ州は、エチオピア北部の州。日本の外務省や一部報道機関では、ティグライ州と表記される。ティグレ州は、ティーグライ・レギオンの子訳である。ティグレ人。ティグレ戦争の勢力図緑、ティグレ人民解放戦線赤、エチオピア軍機、アムハラ州青、エリトリア・アクスム王国の古地である。年に、民族ごとに州が再編された際、 旧ティグライ州をほぼ引き継ぐティグライ人を中心とする地域で作られた。1998年、州内のバドメの町の貴族をめぐって、エチオピアエリトリア国境紛争が起きた。2000年に停戦が成立し、国際連合エチオピアエリトリア派遣団の本部が、州都メックエルに設置された。2008年、u n m e は活動を終了した。2020年8月、 ティグレ州で予定されていた総選挙が新型コロナウイルスの感染拡大を理由に延期された。しかし、衆議会は選挙を9月9日に強行し、エチオピア政府との間の圧力が増した。同年11月、政府側は衆議会与党のティグレ人民解放戦線が政府軍の基地を攻撃したとして、開戦を宣言。空爆を含めた攻撃が開始され、 多数の市民が犠牲になった。また政府は同州に6ヶ月間の非常事態宣言を発令し、インターネットや電話など通信インフラの制限が実施された。戦争が激化すると住民が国境を越えて、隣国スーダンのガダーレフ州やカスサラ州に流出、2020年11月15日までに2万人を超える住民が難民化した。 6つの県と一つの特別県からなる。県の名称は、州中心部から見た方角を示している。北を接するエリトリアとは、バドメ周辺の国境を未確定地域をめぐる争いが行われていた。南を接するアムハラ州とは、1995年の州裁編を発端とした2カ所の領土問題を抱える。ウェルカイト地方は、それまでアムハラ人が多く住む。 ベゲムデル州に属していたが、1995年に、ベゲムデル州が、アムハラ州へ改められた際に、旧ベゲムデル州北部のウェルカイト軍やツゲデ軍といった地域は、ティグレ州へ移管された。この決定を、現地のアムハラ人は避難し、アムハラ州への帰属を要求する活動を始めた。ラヤ地方は、ティグレとアムハラに挟まれた地域で、ラヤ・アゼボ軍とラヤ・コボ軍からなる。 1995年以前は、アゼボ軍が旧テグレ州、コボ軍はアムハラ人が多く住む旧オロ州に属していたが、1995年の集再編で、アゼボ軍は全域が新テグレ州に、コボ軍はティグレとアムハラの両州で分割することになった。旧コボ軍のうち、ティグレ州に帰属した地域は、新アゼボ軍、アムハラ州に帰属した地域は、新コボ軍となった。 この旧古母軍の分割によって宗教は1995年以前よりも南に移動し、アムハラ人は領土を削られた格好になった。ティグレ州のラヤ地方では、州政府による強制同化政策が行われたとされ、住民はアムハラ州への帰属を要求するようになった。この2地方はアムハラ人民族主義者によって、ティグレ人が不法に併合した地域として奪還が呼びかけられた。 そして2020年11月にティグレ戦争が始まるとアムハラ州の治安部隊はティグレ州に侵入しこれらの地域を支配下に置いた占領地ではアムハラ州から来た公務員や治安維持部隊による統治が行われておりティグレ周期はアムハラ人の民族主義を表した旗に取り替えられ県の創設を宣言するなど併合の規制事実化を進めている一方で 占領地では、ティグレ人住民に対して迫害が行われており、2021年3月10日に、アメリカ合衆国国務長官のアントニー・ブリンケンは、これを民族浄化と呼び、アムハラ州を非難した。この発言に対して、エチオピア政府は3月13日に根拠のない嘘として否定する声明を出した。アビー・アハメド首相は、アムハラ州の事実上の併合を認めた上で、 連邦議会で承認されるまでの暫定統治としている。ありがとうございます。